広島カープ塾始めます。今日はですね、新庄監督、ちょっと資格対象に立浪監督の2人の新監督を挙げようかなと。まずこれカープ塾聞いてる方でこれ2人とも知らないってことは多分ないと思うんですけども、立浪和義、今回監督ですね。1969年はですね、8月19日と。右投げ左打ち、1987年、ドラフト1位と。2000本安打打ったんですよね。プロ野球9回で。今、理事されてたと。これから監督になるんで、そこは降りるんだと思うんですけども。はい。で、中日のドラゴンズ一筋ですね。PL 学園高等学校から中日、1988年に入って、2009年と。で、2008年から9年に関しては、コーチ、兼任でコーチやってたんですかね。兼任ですね、はい。ですよね。で、しばらく解説をして、ね、2022年から監督ということになりますと。いうところですね。あとですね、新庄選手を知らないっていうことは、これもないと思うんですけど、一応申し上げますと、新庄剛志選手ですね。これから監督になります。監督になりましたけども、1972年、49歳ですね。1989年ドラフト5位で入ってます。西日本短期大学附属高等学校から阪神タイガース、1990年と、ドラフト5位。10年間阪神タイガースと、2000年まで。で、2001年からニューヨークメッツ。2年はサンフランシスコジャイアンツと。そしてまた2003年、ニューヨークメッツに戻られて、その後北海道ハムファイターズ、2004年から2006年と。でその後、バリ島とかに住まれたりいろいろなことがあったんですけども、2022年から監督と。いわゆるコーチ歴はないということです。ただし大リーグ経験はあるというところですね。はい、それでは塾長お願いします。はい、でこちらは突然の表現で、新庄監督、ビッグボスって言われるんですね。そうですね。はい。今まで新庄さんをボスと表現された人はどこもないんです。ないですね。監督になった途端なんですね。そうですね。はい。で、私、ここで立浪さんとなぜ、比較対象に出すかっていうと、2つあるんですね。はい、新庄監督が選手に求めている身だしなみの問題は、すごくハードルが高いことを言ったなと。要するに、かっこいい選手であって、他の人に見られる、真似される選手になれって言ったんですね。それは、ひげも茶髪も何も関係ない。似合ってなきゃアウトなんです。似合ってたら OK なんです。ところが、立浪監督が楽なのは、いや、かっこいい、他の人が憧れなくても、ひげ茶髪をやんなきゃいいんでしょっ
って捉えられちゃうんですね。プロなんで、見られることも大事ってことを新庄さんが、うん、1、2軍通して言ってるんですね。そうですね。答えが新庄監督のことを、まあ、ビッグ監督と言っちゃいけないですね、ビッグボスの方、まあ、難しいですよね。難しいです。だって自分をまず、まず自分の、身長とか、体格を知らないといけないと、はい、なおかつその体格が自分が気に入った衣装である、かまあ、身だし、格好ですから、自分がかっこいいと思う格好をすることに入る、はい、でなおかつそれがファンから見て、あれ真似したいよね、かっこいいよねって衣装をしろと言ってるわけなんです。3つ段階があるんですね。そうですね。自分を知る、自分の体格を知る、自分が着たい服をがかっこいいかどうか別にまず着る、それが周りから見てどう思われるかを知る。ああ、そうですね。まあ、松並さんの方が簡単なんですね。まあ、生えてれば剃れればいいだけですしね。茶髪だったら黒に染め直すか、もしくは染めなきゃいいですからね。逆に言うと、考えるなって言ってるんです。辰波さんの方が。そうですね。ベンチが言ったことができるかできないかをベンチが判断する。うん、新庄さんの方は、できた人を使うよと、うん、そもそもができてなければ使いようがないよと。で一見ですね、PL 学園ということもありますし、まあ、立浪選手のこう顔つきというか雰囲気ですね、まあ、怖いってイメージやっぱあるじゃないですか。あります。選手、まあ、選手時代の2人ですね。なんだけど実態としては立浪監督の方が全然優しいということです。優しいですね。これ笹岡監督とかの方が優しいんですね。原監督、新庄さんが求めているのは、自分の数字もそうだけど見られてるスポーツだよってことなんです。こういうこと言う今までの監督って長嶋茂雄さんぐらいしかパッと浮かばないですね。長嶋さんだけなんですね。松井秀喜選手かなんかの肌の調子ですね、顔の。あれは何なんだと言って怒ったというかですね。あと、声のトーンが低すぎるって怒ってる、ね。インタビューの時にあんな暗い声の低い声はダメだって怒ってる。インタビューの声の質の注意した監督、長嶋さんだけなんですね。プロデューサーですね。まず、ここなんですね。それと、立浪さんの話っていうのは、技術的な話が少ないんですね。練習場で。新庄さんというのは、例えばベースランニング。内側と外側に別の色を塗って、で状態によって内側を踏まなきゃいけないケースと外側に踏まなきゃいけないケースを監督が言うんです。しかも新庄さんコーチ経験ない人が、はい、そうですね、言い出すとか、例えば、はい、まあ、バンの上に乗っかってバッとやって、とにかくこの下から力強いボールを投げろと。うん、そうです。肩の強さではないんですね。肩が強いかどうかではなくて、もうそこの自分の要求したところでどれだけのボールが投げれるんですかと。今あなたはと。まあ、砲丸投げみたいな競技じゃないですからね。ホームで、まあ、外野、まあ、内野はファースト、まあね、特にショートサードは、まあ、ファーストでアウトにする方なので、どれだけこう、ピューと伸びるような、イチロー選手がよく言われる、レーザービームのボールをどれだけ投げれるか。確かに。レーザービーム、放物線返したら、ありえないですからね。ありえない。で、こういうのを、新庄選手が、新庄選手の感覚で、選手にも分かるやり方を使うんですね。そうですね。
そうですね。何をやらなきゃいけないかは、そこは明確ですね。技術に関してね。立浪さんの方が、すごく、ある意味楽なんですよ。そうですね。確かに。だって、ある意味は、結果出ちゃえばいいよね、なんですけど、新庄さんは結果出すための過程で、振り落とされる人たちが出てくるんです。そうですね。だって、肩が弱い、まっすぐ投げれない。いや、それだとあんた、外野失格ですよ、と。はい。ファーストですと。ちょっと同じ名字もあって気になってるということで、まあ、カープで西川龍馬選手と、バッティングはいい、まあ、足もそこそこ速いと、そこそこ以上速いと。ですけど、肩が弱いですよね。で、よく塾長でしょ。で、もう一人、日本ハムにも西川選手がいますね。西川春樹選手がいます。まあ、同じ左打ち、まあ、足はまあ速い、盗塁能力も高い、バッティングも決して悪くはない、今年は調子悪かったですけども、下手すると西川龍馬選手よりも肩は弱かったりしますよね、同じぐらいか。悪くなったんですね、2016年の頃はセンター守れてたんですが、もはや見る影はないですよね。ので、これ多分 DH 西川があり得る。石川春樹選手ですね。春樹選手の方が、はい、あるかもしれないですね。そうだと思うんですね。もうそもそも外野で使わない、これはもう一つは、うん、まあ、日本がキャッチャー出身ということで外野で使っている、近藤選手、こちらのホームも放物線なんですね。そうですね、はい、そうですね。こういう新庄監督、しかも新庄さんと立浪さんが違うのは、まあ、新庄さんというのは私ものすごい優れた準備がすごい人だなと思ってる面があるんです。準備ですね。この準備が上に行ったところにこう根回し、要は根回しというと政治的に自分がやりたいように、まあ、やるために必要な根回しっていう意味があると思うんですが、はい、新庄さんは準備のために、上の許可がいるから根回しになっている、結果の根回しだと思うんですね。例えばゴレンジャーの件もゴレンジャーするに、自分たちがやりたいからゴレンジャーすればいいわけではないわけね。あれをやるためには、結局、裏方に迷惑がかかるわけですね。うん、そうですね。で、迷惑をかけてしまうんであるんだったら、一番上の許可で、下のせいにされない準備がいるわけですね。はい、そうですね、うん。俺は聞いてないと言われないためには、一番は GM とか、球団社長とか、まあ、その球団経営者の許可が あって、もうこれは許可が得てるから、こういうやり方を裏方として、こういうやり方を私たちはやるので、裏方としてはこういうことをやってくれると我々はやりやすいんで、っていう準備がすごいと。確かに球団側の広報とか問い合わせするときどう答えるかとか、選手側、選手、選手組合だとか、まあ、いろんなところでこう調整が必要でしょうね、きっとね。そうです。特にあれはストライキの時で大変だった時だったので、より必要だった。で、今回、立浪さんというのは、監督候補と言われながら、中日戦の試合をあまり多く見てないんです。で、新庄さんは、今回の監督は私は、今回の監督のためにやったとは思いませんけれども、少なくとも2020年記事で見る限り、まあ、当然友達とか、その新庄さんの、まあ、関係者と言われる人の意見を見ると、2軍の試合2020年全試合見てるんですね。そうですよね。ああ、そうですよ。ってことは、今年じゃなくても、いつか自分が日本ハムのコーチなり、監督なり、関係者になった時に知っておかなきゃいけない。
前から見たって準備なんです。そうですね、準備ができてる新庄さんと、いやどうせ監督で今まで通りに要請あったら受ければいいで準備してない立浪さんの差はでかいかな。そうですよね、それそうなんでしょうね。まあ登録支配下選手60人、これを掴むのも難しいですけども、監督、まあ、僕はのコーチ、それから球団側の広報とか、いるスコアラーとか、スカウトとか、いろんな方々がいて、まあ、我々が知らないような方々がいっぱいで、それも踏まえて、チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。